来期から、昇格が決まりました徳島ポルティスの小野優生です。小さい頃から夢であったプロサッカー選手をこのキャリアでスタートできることをとても嬉しく思います。自分のプレーの特徴は相手を抜くドリブルでラストパスを出しゴールを決めさせられたり決めたりすることです。一日でも早くポカリステッドスタジアムに立って、あの観客とサポーターたちの前でゴールを決めてチームを勝利に貢献したいと思います。まずは今回この記者会見に関してあの鳴門渦潮高校の関係者の皆様その他関係者の皆様、このような場を作っていただき本当にありがとうございます。そしてあの家族の皆様あの今まで指導してくれたスタッフ指導者の方々に感謝を申し上げたいと思います。アカデミーの方ともやり取りをしながら、後期トップ昇格をさせたい選手の中でリストの中で小野優生選手がいました。6月7月ここら辺で、本当にトップに昇格できるかどうかっていうところをしっかり見るよと、もう多分君にとっては本当チャンスだからねって、ここでも結果出さないとっていうことも含めて、あの本人にも軽くちょっと話をしながらあのトレーニングを見させていただきました。本当に練習の中であのすごく、トップの選手と一緒にトレーニングをしてても、落ち着いてプレーしてるな。で局面の、言ってしまえばこうスペースのない中でも落ち着いてプレーができる技術があったり、先ほど本人もあのドリブルが得意ですというようなことも言ってましたが、ドリブルであったりいろんなこう特徴のある部分を、たくさん見させていただきました。でクラブとして、本当に徳島県出身の選手がやはりピッチにあのボルティスのユニフォームを着てピッチに立ってほしいということももちろん期待もありますし、本当に今後アカデミーの方でねすごくあのいい選手をやっぱりしっかり育ててくれてる中で、トップに上がって結果を出してくれるそういう可能性をやはり持ってる選手だなっていうことも含めて、クラブとしてトップ昇格をあのさせて一緒に育ててチームも含めて、一緒にも育っていきたいなと、でクラブをやっぱり引き上げてほしいなっていう期待も込めてトップ昇格をさせていただきました。あの1年1年ねプロとしてプロサッカー選手として勝負をしてほしいってことを本人にも話はしましたし、本当に1年1年が勝負だと思いますので、それは本当にねあの来年ちゃんとプロの契約書にサインをしたタイミングからあのプロ選手としてのあのメンタルであったりいろんなことをあのマインドを切り替えて、一緒にボルティスの選手として進んでいこうというふうに、話もしましたし、そういう意識で一日一日をこれから、今日から過ごしていってほしいなと、思っています。今年は、トップの、春のキャンプの方から参加しており、練習試合等、黒部本部長の今の説明があった通りに、本人は努力してやってきました。人間性のところを一つちょっと私の方からアカデミーの中ではやっぱりそのサッカーのところももちろん大事にしています。特にやはりこの人間性のところしっかり取り組む姿勢であったり周りから応援してもらおうというここね声をしっかり自分の立ち振る舞いで勝ち取ってきたというところであります。今回高校で会見をさせてもらいました。その意図としてもやはり我々は徳島ヴォルティスのアカデミーはやはりサッカーだけでなくて学校としっかり連携とって学校勉学の方ですね、あと学校行事の方も大切に行っていきました。ね、また普段お世話になっている方にご家族の方、また学校の先生方に今日こうやって見守っていただける中スタートを切れるというのは本当に喜ばしいことだなというふうに思っています。どの局面からでも自分で、ゴール取れたりパス出したりっていう何でもできるアタッカーの選手になりたいです。ボリティスだったら、
まあ、柿谷陽一郎選手です。あの人足元の技術だったりっていう素晴らしいところがあるんで、僕は真似してやってみたいんで、世界だったら、まあ、同じ左利きのリオネル・メッシ選手、あの人はもう自分で何でもできるんで、ちょっと頑張って目指したいです。一番はまあ家族です。まあ、ずっとまあこれまで支えてきてもらったんで、プレーで恩返ししたいと思います。まあ、1年目からまあスタメンを狙いに行って、まあボルティスの勝利に貢献できるように、サポーターの皆さんと勝利を分かち合えるようにしたいです。児玉選手です。まあ、サッカーだったらまあ自由にしてくれていいみたいなんで、サッカー以外だったらなんかこうご飯食べに行こうみたいな言ってきます。僕がこうやってトップチームに昇格するのはやっぱ地元の人とかなんか勇気与えるなと思って、その活躍一番はしたいです。まあ、印象に残っている試合は、まあ、昨日というか前の試合の渡里大樹選手 あのスーパーゴールです。胸トラップしてからの反転のボレーってそんな簡単にできるもんじゃないんで、ちょっと僕にもちょっと教えてほしいです。4年前に初めて見た時には、やっぱりこう、ボールを持った時に不思議なこう持ち方をする、すごい独特なこの左利きの独特な感覚の持ち主だなっていうのは最初の印象です。で、本当にいろんなスタッフがこう携わってくれて、彼がどんどんこう攻撃だけじゃなくて、最近はやっぱり守備のところの意識は上がってきたかなと。ハードワークはもちろんなんですけど、チームのために守備を頑張るといったところもついてきてるかなというふうに思います。まあ、身近にいる存在なんで、まあ、小さい子供たちとかにも勇気を与えれるようなサッカー選手になりたいと思います。一番はさっき言ったんですけど、トップ下で活躍して、まあ、つけたい番号は、まあ、今も高校2年生からつけさせてもらってる10番なんで、将来的には10番つけてトップ下で活躍したいです。これからは、まあ、自分のために、あとポルズさんのために、頑張ってください。それで、まあ、渦潮高校のみんな、あと、鳴門市の皆さん、徳島県民の、人たちに一日でも早く夢と、感動を与えるプレーを、してください。私は一生応援します。本日はおめでとうございました。昇格組として頑張ってください、はい、自分たちもついていけるように頑張ります。はい、ありがとうございます。小学校からずっと知ってて、今でもずっと目標なんです。流星さんについていけるように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。